言霊の面よ、我が言葉に力を与えよ。我が望み、我に代わり皆に伝えよ。我は願う、人々よ、競争心を捨てよ。言霊の面よ、我が言葉に力を与えよ。ないのか。さっき聞いた話だと屋上付近っていう話だ。もう少し登れば見えてくるだろう。ところでハンス、どうしてついてきたんだ。え、ひょっとして迷惑だった。そんなことはないけど、三組に分かれてもここだけ二人だぞ。その分危険だ。だからじゃないか。危険なのは師匠も一緒だろ。弟子のオイラが楽はできないよ。お前っていいやつだな。あれ？今頃気づいたの？やだな、いっつも言ってるじゃん。師匠の行くところならオイラどこへだってついていくって。サンキューハンス、今日ほどお前が頼もしく思えた日はないよ。ちょっと照れるね。だけど今日だけじゃなく、これからもずっと頼りにしてよね。あ、よし行こうハンス。マックスの待つ最上階へ。おう。よし、あとはこの魔法陣に全ての光が灯るのを待てばよい。待つんだマックス、すぐに儀式を中止しろ。やあウェイン、少し遅かったね。すでに準備は完了したよ。もはや私を倒したところでどうにもならないよ。この魔法陣に全て光が灯ったとき、言霊の面が発動する。ならばその仮面を破壊する。やらせるものか。いいか、ウェインたちをここに近づけるな。やむを得ぬ場合は殺しても構わん。了解しました。奴ら、すでに操られているのか。
必殺。無事？間に合ったか。みんな！喜ぶのは全てが終わってからにしようよ、師匠！せっかくここまで来たのだ。絶対に邪魔はさせん。やめるんだ、マックス。今ならまだ間に合う。できることなら、お前を傷つけたくない。共に平和を語り合ったお前ならきっと理解してくれると思ったの。どうやらあれはあの場限りの誓いだったようだ。あの場限りじゃない。今だって平和を願っている。ならば、ならば私に手を貸してくれ。言霊の面があれば平和を成し遂げられる。争いを忘れた平和な世界に。違う。大事なのは争いを忘れることじゃない、克服することなんだ。押し付けられた平和で幸せが来ると思うか。そんなことは分かってる。だが私はこれ以上人々が争う様は見たくないんだ。
今だけ耐えれば平和を得ることができる。マックス、そうか、それが君の信念なら俺は俺の信念のためにお前を撃つ。敵は斬る。おいら、難しいこと考えるの苦手だから、本当はどっちが正しいのかわからないんだ。人は誰かに命令されるのを待ってる。常に指導者を求めるんだよ。命令に従って自分で考えないというのは楽だから。そうかもしれない。だけどオイラはオイラのままでいたいんだ。こいつめ、失礼します。式典の準備が間もなく終わるので、早く王都へ帰還せよと催促が届いております。主賓が遅れてはまずいかと。あれからもう2週間以上経っています。そろそろ湖の捜索は打ち切られた方がいいかと。そうだな、俺一人のわがままに今まで付き合わせて悪かった。みんなにもそう伝えてくれ。ここにいれば君に会える気がしたんだ。生きていたのか。塔から湖へ落ちた私を助けてくれたのは森の奥に住む子供たちだったよ。その集落は子供たちだけでね。しかも戦争で親を失ったバーンシュタインとランザックの孤児たちだ。
その子たちは互いに敵国の人間だと知った上で共同生活をしていて、争いを引き起こすのはいつも大人で、子供はその被害を受けていただけだった。案外大人の方こそ視野の狭い人間が多いのかもしれないね。そして僕も視野が狭い人間だったんだ。だから信じることができなかった。マックス、今なら君の言っていたことがわかるよ。信じるとは素晴らしいことだね。これからどうするつもりだ？僕としては旅に出たい。もっと世界を見て互いを信じ合える世界にするために、僕に何ができるかを探すために。それとも君に捕まってしまうのかな。湖から死体が上がらず、君は死んだと思われている。俺は死人を捕まえる気はないよ。そうか。もう会えないのか。死人がバーンシュタインを歩き回っていては困るだろう。最後に君に会えてよかったよ。元気でな。君もな。そうですか。彼の遺体は見つかりませんでしたか。はい、申し訳ありません。そろそろ諦めるしかないでしょうね。あなたの活躍はバーンシュタインだけでなく、ローランディアやランザックにまで届いています。これからはあなたも光の救世主グローランサーと呼ばれるかもしれませんね。お褒めの言葉、光栄であります。しかし、私一人で成し遂げたわけではありません。ここにいる二人をはじめ、多くの仲間が力を貸してくれたからこそ、平和を守れたのです。そうですね。その言葉の重みは、僕にもよくわかります。ウェイン・クルーズ、これからも、人々の平和を守るために、努めてください。はっ！さて、そろそろ祝賀会が始まりますね。今日は無礼講です。守られた平和を祝いましょう。シュナイダーの反乱から3ヶ月、インペリアルナイトとなったウェインは同僚のジュリアに呼び出される。というわけで、これからすぐにランザックへ向かってほしい。長期の現地滞在になると思うが、頑張ってくれ。わかりました、ジュリア先輩。そろそろその先輩というのはやめないか。我々は同僚なのだぞ。気軽にジュリアと呼ぶがいい。はい。それにしても私服で来いと言うから、デートにでも誘ってくれるのかと思いましたよ。そんなことを言う暇があったら、さっさとランザックを助けて来い。見ていてくれ、マックス。世界を平和にするために俺はやるよ。お前と夢見た平和な世界をきっと成し遂げてみせる。